思い切るね、ちょっと周り索敵しながら、めちゃくちゃ怖いんですけど、これもう武器ワンチャンケアパケンだ。慎重に近づいて、よし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 、今季初ケアパケじゃない、ケイとかを取り出したいけど、あーちょっと待って、いるな、いる、やろめ、こっちはポンプショットが持ってんだよ。ちょ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 、よし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 、行くぞ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 、おらら、待って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 、どうや、は、何、あ、ログアウトか。もう、まあ、やっぱただ倒すだけじゃね物足りないじゃないですか。だからやって、おーほーほー、やべ、来た、痛いね、まだまだ気づいてないね。もうちょっと、もうちょっと草落としてみようか。やばい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 、シュル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 、ちょ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 、ああ引っ込んだ引っ込んだ引っ込んだ、ちょっとちょっと、圧倒的有利、よっしゃ。見たか、敵に回した相手が悪かったようだな。じゃあ、まあ、皆さんこんばんは、シャクレテルゴでございます。皆さん、私の存在もそろそろ忘れてるんじゃないかなと思いまして登場したんですけれども、皆さんは一休さんをご存知でしょうか。一休さんはですね、昔私がよく見ていたテレビなんですけれどもね、あの一休さんの有名な話の中で、この橋渡るべからずと言ってですね、有名な話ですね、皆さんわかりますか。一休さんはですね、橋を渡らずに真ん中を堂々と渡っていったというお話でございます。今日はね、そんなお話を交えつつ、ふさふさには頑張ってもらう。どうも皆様こんばんは、調子に乗ったら止まらないゲスププレイヤー代表ふさおです。いいじゃないですかね、いいじゃない、最初のうちだけじゃない、これね、ソロでこうやってのびのびとプレイしてるうちだけなんですよ、これができるのもね。だからね、もうちょっと楽しませてもらいたいっていうか、今回用意したのはこう、この辺かな、このおっしゃいしゃいしゃ、どうすかこれ、これどうすか、こっち側もなんですよ、こっちょいし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 ょ、まさにこの橋渡るべからず一級トラップでございます。疲れがね、どうです、皆さんこのカモフラ。じゃあゆるゆるトラップで今回他のプレイヤーを罠にかけてですね、アイテムを強奪していこうという、またねゲスの考えなんですけども、このゆるゆるトラップ、普通に地面に設置すると地面とのつなぎ目のところに微妙に間が空いちゃうんですよ。でゆるゆるトラップが設置されてるのがバレちゃうんで、こういう、まあ何ていうんですか、建造物とかだったらバレにくいんですよ。こういう感じでペンキ塗っちゃったらもうカモフラージュできるでしょ、完全わかんないんですよ。で一応主張ブロックを置いてあるので、これ私にしか見えないんですけど、あの地面に埋もれてるじゃないですか、主張ブロックマークが。でこれは私設置した本人しか見えないんで、これ大丈夫なんです。でここで、まあ、ここでトレーダーハウスの近くっていうか、まあ、道沿いなんで、よくみんな他のプレイヤーも通るはずなんですよ。でここに私のこの一級さんトラップね、一級トラップを仕掛けて、今回はひたすら待つというね感じで、いやいや本当はね、翔先生堂々と正面から戦ってプレイヤーとねバンディットやってね、いやよいい試合だったよみたいな感じで倒していくっていう様が一番いいかもしれないんですけど、いやいやそれ私、皆さんご存知の通りね、私はやっぱ迷子エイムじゃないですか。だからあれなんです、このままね続けて真っ向、真正面から勝負したらね 100% 負けるじゃないですか。だから心痛い、私も心痛いんですけど、皆様にゲスプをねお届けするために身を挺して泣きながらね、心は泣いてるんですよ、私も泣きながらこういうトラップを仕掛けてゲスプしていきたいと思います。私だってやっぱ心が痛いんです。ここのサーバー一回死んでしまったらもう今期1ヶ月間はサーバーにログインできないじゃないですか。まだ来期ってなってしまうんで、いやね、それはやっぱり私もね平常心じゃいられないと思う。本当は来てほしくないんですよ、プレイヤーも。こうやって待ってますけど、待ってるけど本当に、はっ、どうしたね、はいるぞ、どこだ、こっちか、はこっちか、なに、なに、ゾンビと戦ってんのか。あーいるな、いるいる、ライトの光が漏れてる。おおおおおしゃしゃしゃ、来た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 、行くか行くか、行け行け、端行け、端っこ端っこ、そうそう、そのラインそのライン、このまま端っこを
おおって あれ、ちょっと嘘でしょ。自転車落とし穴反応しないの。自転車って乗り物系って落とし穴落ちないのこれ。嘘でしょ。多分いるんですよ今この下。全然気づかなかったんですけど、今なんかチェスト開ける音が、ほら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 、いた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 、え、ほらほらほら、いるいるいるよいるよいるよ、いけ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 、よし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 、端っこ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 、よし端っこ、さあ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 、いけよ。ちょっとね、あ、しかも撃たれた今、しかも、あー、バレてる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 、居場所バレてーら、これバレてーらバレてーら、ちょっと待って、まずい、これは非常にまずい、これちょっと待って、これバレたね、これバレてる、ちょっと待って、ちょっと、FAS の基本はなんだ、同じ場所から顔出しちゃダメだから、ちょっと移動しながら違う場所から顔出して、ここら辺から撃って、当たったでしょ、よしよしよし、まだこっちは HP まだ満タンだね、オッケー、ちょっと違う場所から移動して、こっちの方からちょっと回り込もう、1階から撃とう、もうこんなんなら、なんなら撃とう、バレてない、オッケー、もう詰めよう、行くぞ、あ、スタミナがない、スタミナが怖い時に限ってスタミナがない、どうする、どうする、取れたか取りに行くか、これでも取れたかでしょ、命を取れたか、いや、どうせ死ぬなら華麗に散ってみせよう、その瞬間を、こっちだね、怖い、もう弾がない、しかもショットガンしかない、ショットガンじゃ無理、ショットガン、でも向こうハンドガンっぽいな、ハンドガンならワンチャン詰めてショットガンでありえるんじゃない、行くぜ、怖い、死ぬないけど、取れたか、うわー、いけ、やばい、53、HP53、やばい、死ぬ、うわー、やばい、お願いします、オッケー、お願いします、発動、オッケー、よっしゃゲスプの神様ありがとう、私の願いを届きました、見たか、トラップが1個だけだと思ったら大間違いだもう1個あんだよ、令和版の一休さんとお呼びよしこれで回復論でしっかり回復してからちょっと様子見に行きましょう、これぞ私がラスト以来かな開発した人間水槽だよあ、撃ってるちょっと、あ、いる、泳いでる泳いでる、よしいい子だべ、よし、暴れないで、アリエル、聞いておくれよ、 PVP の世界は最低だよ、隣の階層は青く見えるさ怒ってますね、これちょっと ちょっと餌あげよ、餌カビパンお腹空いてない、大丈夫怒ってるどうしようラブレーションこれ食べて元気出してよ、怒んないで、仲良くしようよ、もうちょっとご飯が足りないから、ちょっと同じとこから顔出すとやられちゃいそうだから、ちょっとこの辺から違うね、パスタが食べたかったんだね、そうかパスタ缶、これどうだい、これでどうだい食べ物、お腹いっぱいになったかい、これで、まあ、言っとくけど先に発砲したのはそっちなんだからね、こっちは発砲してないんだから、たまたま落とし穴に引っかかって怒って私を見つけて先に発砲したのはあなたですまあさ、ご飯でも食べて元気出してよ、えよし、じゃあね、ここで無理な接触をしたらねかわいそうなんで、私はこれにて失礼いたします、じゃあお疲れ様でした、いや頑張って残りじゃあなまたちょっと長いこと開けちゃったんで、またマッツンの状況も気になるからね、マッツンのところ帰ろうかな、ただいまマッツン、どうかな今日も頑張って石掘りして、あれ嘘でしょ、なんか
見た目が、え、何これ、え、こんなにふさふさしてましたっけ。え、なに、なにこれ、トトロみたいになってるけど、え、ここだよね拠点、合ってるよね。ちょ、はぁ、全然状況が分かんないんですけど、場所違う？いや違わねえよな、ここっすよね。え、森になってる、ほら、なんかちょっと、なんか何も見えなくなってるけど、なにこれ、なにこれ、なにこれ、森だ、え、すげえこのになってる、なにこれ。ちょっと待って、いるかなマッツン。とりあえずカンカン音が地上まで聞こえてないんで多分いないと思うんですけど、ちょっと帰ろう帰ろう、うち帰って、ちょっと、え、ちょっとちょ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 、いる？マッツン、そっと、ここそっと、あーでも音しないからいなさそうですね。ちょっと布団は、あー、ログアウトしてますね、ログアウトしてる。ちょ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 、気になる気になる気になる、どうなったの、どうなってんの、よいも、どうなってんだよ。とりあえず見よう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 。じゃあ、さこの前あれだったじゃないですか、木植えてたんですけど、そんなでかなる、それどういう状況だったの、全くこんな初体験ないけど、ちょっと見よう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 、どう、どこ、おお、なんじゃこりゃ、神殿みたいになってる、おお、木突き抜けてる、おお、地下で木植えるとこんな風になるの、やば、柱みたいになってる木が、おお、すげえ、松本すげえ、なんだこれ、この鉢植え、木の神様みたいな、やべ、鳥肌立ったこれ、マッツン、何がしたいの、じっとこっちを見てる、この子猫